これどこ駐車場、道の駅西山公園、これじゃないの、これなの、うん、あ、違うな、普通こっち大型って書いてあった。道の駅西山公園、今どこだ、現在地やば、え、やば、むっちゃ広いじゃんここ。トイレ、飲食コーナー、サバイブランドコーナー、休憩所、観光案内、特産物販売、なるほど、この建物を越えた先はもう全部公園か、今までで一番でかいかもしれない、この道の駅でかいな、2階もある、2階っていうか、ここ今現在地うん、それかここの一角はで、ここ上が公園なんですよ、この名前の通り西山公園っていう、パンダランドで、ここ入場料無料の動物園とつながってるの、すげえ、もっと早く来るべきやねんか、そうあんなトンネルのとこあるのほらこのアライグマいるじゃん、うん、こうやってアライグマがなんかいっぱいいる、なんか動物園みたいなところにタダで入れるっていう、へえ、もっと早く来るべきだろ、それだったらねこんな時間食うと思わなかったもん、行きで俺、そうそう、このなんて読むの、羽二重持ちはい、何あった、何が、ちょ、まず買ってみればいいじゃない、買ったってことですね、ああ、これ買ったの、うん、モグドなんかよ、これは知らんな、あ、これこれこれ、どれどれ、あのメガネ型パンってこんな感じのやつ、本当だ、本当になんかクッキーみたいな、硬すぎてハンマーでかち割る人もいるらしい、嫌だな、歯割れそう俺、うん、やっぱ恐竜関係は強いな、モンドセレクション受賞、あー、さつまいも、しかしまあ広い道の駅だぜ、この道の駅限定だろうな、こんなにアライグマがいっぱいおるのは、何これ、どうつなぐの、ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、これとこれ、あ、こうか、くっ
つけてか。むずこんなん作れるの無理無理、絶対時間かかる、こんなん。あ、すげえ。はい、どうも、編集中のムイです。編集中にここの画面を見て気づいたのですが、西山公園でたくさん見れるのはアライグマじゃなくてレッサーパンダでした。間違った情報申し訳ありませんでした。あら、かわいい。何それ、お菓子、うん、あ、すげえ、このプリントはすげえ。レッサーパンダの聖地へようこそ。おせんべいか。そうや、ちゃんとプリ、うん、何かめぼしいものはございましたか。撮ってるんですけどってもう、これ買って帰るか。心折れるぞ。変身する。完全にノリがセブンなんだよな。でもレッサーパンダの絵描いてあったりとすごい可愛いぞ。最近顎の弱体化が気になっている方へ、顎を鍛えたいお子様へ、食いしばる思いが足りてない方へ、ひたすらに硬いものがお好きな方へ、もう通常のお土産では職場を沸かせられないとお悩みの方へ。面白いなこれ。ここここここ。いいわ。じゃあ、いっちゃんした、いっちゃんした、その。これ職場に持ってこられてもって思わない。その硬さを自慢するのがすごい。いや、俺あなたの分とじゃあ2個買いますわ。購入しようじゃないか。これも硬いやつなのか、パンダ型クッキー。アライグマではないのか。これ美味しそうじゃん。ミルクパイロール、福井ミルクパイロールケーキ買って帰ろ。こんなもんでいいかな。